おやおや、君は何者かね。実に惹かれる目だ。君は何か物語を持っているな。良い題材になりそうだよ。劇などありもしない虚像に過ぎぬ。だが誰もが血眼になり私の劇場へ足を運ぶ。なぜか人は何を求め生きるのか、その答えが私の劇にある。君の目は汚れなく美しい。見たままを信じる目をしている。君は自らが見たものを信じるかね。そうか。覚えておこう。君にどんな結末が訪れるか楽しみだ。ええ。ええ。おい。知らぬ方が幸福なことも世の中にはある。そう。そうか。シュワルツだ。私は喜劇を書いた覚えはない。最後の演技、あれは何だ。ああ、たと貴様は首を絞められ、ああというのか。私の本にそんなセリフはないぞ。ゲスト様、申し訳ございません。現実味を欠く劇など茶番に過ぎない。
いいかね、身をもって学ぶといい。できるじゃないか。次は総演技したまえ。おや、息がないな。では彼女の代役はよく覚えておけ。ご指導に感謝いたします、アーギスト様。アーギスト様、アーギスト様。アーギストは演者たちに、彼の所業は全て肯定される。立てつこうものなら、あの女優と同じになるぞ。今は身を潜めている。片付けておけ。行け、稽古を続けるのだ。フランセスカ。君だけだ、私の芸術を表現できるのは。アーギスト様、今日の私があるのはアーギスト様のお力です。若輩の私に目をかけ育ててくださいました。アーギスト様は今や大陸中の名声を手にされました。ですが、あれほどの演者を失い続けても、あなた様にとって不利益になりかねません。私に意見するのか、フランセスカ。いいえ、ただ心配なのです。ずっとおそばで見てきた私には分かります。アーギュスト様は今何かを悩んでおられます。きっと次の作品のことで。黙れ。この私が行き詰まるとでも言うのか。口に気をつけるのだ、フランセスカ。君を題材にしてもいい。申し訳ございません。アーギュスト様、どちらへ。別荘へこもる。次回作を完成させに。いや待て、その前に題材を探してから行くか。俺はアーギュストを追う。二度は言わないぞ。君は引き返すんだ。
困っている方を助けましょう。よっ、聞いてるね。はっ、指示です。聖騎の果てにあるものは、どりゃあ、くあ、あっ、うっ、でっ、やるじゃない。さあ、見極めなさい。よっ、じゃあ、さあ、おしまいよ。当然でしょ。困っている方を助けましょう。だっ、お守りいたします。でっ、おしまいよ。私と戦えたのよ。光栄に思いなさい。油断のできない相手です。と弱点ですね。てお守りいたします。私はこれくらい簡単よね。